はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、ちょっと簡単な動画なんですけれども、はい、最近僕たちがハマってるリラックス道具、リラックスさせるための道具、グッズね、はい、リラックスグッズをかっこよく言いましょう。紹介させていただきます。はい、こちらがこちら、俺の必殺技メタルシャワーということで、はい、メタルシャワーなんですけれども、見たことありますかね、これね。これね、結構ロフトとか東急ハンズでは売ってあって、はい、結構みんな遊んでます、これで。はい。で、僕たちもですね、別にストレスがすごい溜まってるわけじゃないんですが、はい、はい、時々ね、リラックスしたいなという時は、休憩時間にこちらを使ってるんですが、はい、はい、どう使うか、はい、ということなんですけども、メタルシャワーですからね。まあ、こんな形です。はい、なんかすごい雲の足みたいで気持ち悪いですけど、はい、こちらをですね、使っていくんですけれども、使い方は簡単。はい、頭の上に刺してあげるだけ。刺します？刺します？おお、これね、めっちゃ気持ちいいんですよ。で、自分でね、やるんですけど、人にやってもらってより気持ちいいですよ。はぁってなりますね。メタルシャワー。メタルシャワー。こちらがですね、はい、Amazon の方に売ってましたね。おお、はい。気持ち悪い。もうね、リラックス効果。気持ち悪いですね。気持ちいいの向こう側が気持ち悪いですから。はい。ゾクゾクっとするような。はい、ね、際どいところですよね。際どいところです。気持ち悪いところを手前で止めてもらったら一番効果出るのかなというふうに思いますので、はい、ぜひこのメタルシャワー皆さんチェックしていただけたらというふうに思いますので、はい、今回はこんな簡単な動画ですけれども、はい、はい、まあまあこれ見てね、ちょっと気になったっていう方は下の説明欄のところに Amazon の URL 貼っておきますので、はい、まあ、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はリラックスグッズの紹介でした。以上でーす。